ランキングダイナマイト。海外セレブの大失敗した整形手術トップ5。ファラ・アブラハム。10代の母としてリアリティ番組に出演したことからセレブの仲間入りをした彼女は、これまでに美容整形を3回行っている。その3つの箇所は鼻・顎へのインプラント、豊胸手術であり、彼女もそれは認めるところだ。彼女が最近した整形手術では、大失敗して唇が台無しになってしまった。幸運にもそれは手術からのアレルギー反応だったことが分かり、現在回復している。現在も彼女の見た目は変わっており、整形手術箇所について話題になっている。ニッキー・コックス。ターミネーター2にも出演している女優のニッキー・コックスもひどい整形手術で有名な人物だ。彼女は唇、頬のインプラント、豊胸手術、フェイスリフト、ボトックス注射をしたと推測されている。昔の彼女はとても可愛らしく生き生きとした見た目であった。しかし度重なる整形手術によって、彼女の顔は気味が悪いほど不自然な見た目となってしまった。ドナテラ・ベルサーチ。ドナテラはイタリアのファッションブランドベルサーチのチーフデザイナー兼副社長だ。彼女は1990年代から幾度となく整形施術を受けている。ボトックス、シワ取り、フェイスリフト、目、眉毛アップなどなど、彼女の顔を見ればそれが失敗だったことがわかる。度重なる整形手術で崩壊した顔になった彼女は、どんな素敵なファッションをしてもひどい見た目になってしまう。昔の姿の方が美しかったと思うのは私だけではないはずだ。ハイディ・モンタグ。ハイディ・モンタグは人気テレビ番組ザ・ヒルズで一躍有名になった。彼女はなんと1日に10箇所もの整形手術を受けた。鼻、眉毛アップ、豊胸手術、脂肪吸引、その脂肪を頬に移植、耳、顎などだ。ハイディはこの手術を受けたことを後悔しているという。なぜなら彼女は当初鼻の整形手術をしに行っただけであったからだ。それなのに彼女は医者に全部施術すれば割引すると言われたことで整形手術を受けてしまったのだ。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンは見た目を変えるために多くの整形手術を受けたと見受けられる。しかし彼はいつも整形手術を受けたのかという質問を受けると、それを否定していた。1990年までに彼は鼻形施術、額リフト、頬の骨、唇、顎割りなどの手術をしていると思われる。今となってはマイケルがどれだけ多くの美容整形手術をしたのか私たちは知ることができない。マイケルが施術をしたと思われるどの美容手術も彼を満足させることはできなかったようだ。この動画をご覧のあなたにおすすめの動画です。チャンネル登録をお願いいたします。ランキングダイナマイト。